構自分の中でやっぱ王者だなと。いなかったかな。QB としてのこだわり、じゃあ僕から QB としてのこだわりは、まあ一番今までプレーしてて思ってるのは、誰よりもフットボールを知った状態で、かつ誰よりも相手を知った状態で試合に臨むっていう、もうそれだけは変えずにこの十何年間やってきてると思っていて、っていうのはやはりクォーターバックはみんなから見られてるポジションだし、あのクォーターバックだから勝てるってみんな思わせなきゃいけないっていう中で、ゲームに臨まなければいけないので、そういう意味で、あいつが一番知ってるから、まあ、チームのクォーターバックとしてみんなでついていこうって思わせるような、まあ、日頃の行動だったり、まあ誰よりもディフェンスを勉強して、誰よりもフットボールを勉強してやっています。はい、逆に今はもうここまで来ると、やらないと不安になってしまって試合に臨めないっていうぐらい今、それぐらいこだわってやってます。はい、やっぱ僕も菅原さんと結構似てる部分があって、やっぱ QB がしっかりしてないとオフェンスがやっぱ成り立たないと思うんで、やっぱ誰かレシーバーとか捕まえて練習するとか、そういうやっぱ自分センスのある QB じゃないんで、やっぱ練習培っていかないと、うまくはなれないんで、センス。やっぱり多く時間を練習に割くっていうのにこだわってます。あとは、これ結構フットボールでありがちかもしれないんだけど、これ多分フィールドだけじゃないと思うんだよね、クォーターバックって。多分、ミーティングの時だったりとか、こうやってクラブハウスにいる時とか、私生活の時とかっていうのは、常にクォーターバックに見られてると思っていて、やっぱ私生活がだらしない人間にフィールドでついていくかっていうと絶対ついていかないし、やっぱそういうところにもクォーターバック、まあでもそういうそこにもこだわってる人間がクォーターバックとして多分試合出てるべきだと思うし、まあ、そういう人間が多分成功してると僕自身は結構思っていて、だからフィールド外でも、まあ、多分やってると思うけどそういうところにこだわり持ってほしいなと個人的には思ってます。はい、1年生 QB の難しさ、楽しさ、これ先に聞いた方がいいな。そうですね、難しさ、最初の頃は4月5月はやっぱ学校、まあ、大学生になって環境が変わって、やっぱ学業面でもやっぱ違う、高校とは違う形になってきて、でアメフトの方もやっぱ環境が変わって、まあ、そっちの両立面で最初難しさあったんですけど、やっぱこのチームはやっぱ1年生にがやりやすい環境っていうのを整えてて、その中でやっぱ最初の感覚戦でも自分なりに思いっきりできて、やっぱ周りも思いっきりできる環境を作ってもらってて、やっぱそこは本当にありがたかったなと思います。あまり難しさっていうのはあまり感じてはないですね、環境で。すごいね1年生難しさ楽しさ、もう楽しめてるってことだよね。最初はやっぱ4年生の先輩とかちょっとビビっちゃってたんですけど、やっぱみんな優しく接してもらって、最近はコミュニケーションも特にレシーバーだったりとかコミュニケーション取れてきてるんで、すごい楽しくなってる。すごいいいチームだね。1年生 QB 難しさっていうよりは最初辛いよねなんかね、高校から大学生になって、まあ、当然レベルが違って、でもね気持ちよくプレーしてる感じで、だから、まあ、楽しいのかな。本当に素晴らしいね、このチーム。いやー1年生 QB、 いやー辛かったなーっていう記憶しかないんだけどなんだろう、まあ、確かにね4年生が1年生で試合出るとやっぱり何かしらフォローしてくれるし、もう自由にやっていいよって言ってくれるんだけど、もう自由にやるやり方もわからないみたいな
そんなこともある中で、ね、まあ、でも一番はあれだよね、もう何しても、まあ、ある意味いいわけで、もうそれはあの壁にぶち当たっても全然1年生だから許されるわけではないけど、まあ、1年生だからそのそれも一つの経験になるし、まあそういう一つ一つのことに全力でやる、まあそれが1年生の一番楽しさであり、まあやればやるほど成長できるしね。まあそうだったのかな。でも1年生、僕1年生の時試合出た時震えてたからね僕もそうです。最初震えてて視界もこのぐらいしかなくてなんか先輩に声かけられてんだけど何も聞こえず、もう逆に観客の声も聞こえないみたいな、なんかそんな環境だったかな。でだんだん試合やっていくとどんどん視界がどんどん開けていってっていう。同じです。そうだね。多分でも今この経験をしてるから多分この視界っていうのが多分開けるのがどんどん早くなってくると思うね、試合出れば出るほど、ね、だから今はあれだね、 QB 難しさっていうとまあレベルが違うから体格も違うけど、やっぱり怪我しないことだね。ね、1年生だから勢いよく突っ込もうって言ってもやっぱ体ね、これで怪我したら元も子もないから、ね、楽しくやりつつ怪我をしないっていう、そこが一番頑張ってほしいなっていうところとまあでも本当に1年生素晴らしいなと僕は思います。はい、戦ってみての関西学院の印象についていかがでした？まあ、一言で言えばやっぱ王者だなと、そういう印象を強く思いましたね。やっぱ初めて大学の試合に出てやっぱあそこまで硬いディフェンスっていうのは本当に経験したことがなくて、本当に一言で王者っていうのがふさわしいと思います。あれ個人っていうよりはチーム、チーム組織です。組織、はい、なるほどなるほどなるほど。やっぱディフェンスもそうなんですけどやっぱチームとしてもやっぱ強いなっていう風格もそうですし、はいはい、すごい組織だなっていうのは。雰囲気は多分関西でだもんな、関西で、関西での試合っていうのは、はい、それは飲み込まれることなかったの？それはまあ、とりあえず思いっきりやろうと思ってたの、試合で。そこまで視界がないと、はい、本当に視界これ、これしかないからなるほどなるほど。関西学院ね、すごいよね、っていう人が多いからすごく見えちゃうんだよね、はい、って思って、思うようにしてて、あの関西学院と試合しますって言ったら学生の時もあのすごい、まあ、大観衆がいて、で素晴らしいチーム組織の中でやってる人間がいてっていうところで、結構なんか頭の中で関西学院は強いけど僕らの方がもっと強いっていうなんか頭のマインドセットをしてなんか戦ってきた記憶がすごいあって、あんまり言っていいのか分かんないけど、これは僕今オービックでライスボールで関西学院やってた時も決めてたことがあって、絶対に鳥内さん見ない、鳥内監督を試合中に絶対見ないっていう決まりを作ってて、それ甲子園ボールで試合した時も鳥内さんを見たらなんかやっぱテレビの印象が強いからなんかやられるんじゃないかっていう気持ちがあって、もう決してベンチを見ないであくまでも関西学院っていう相手と戦うっていう、これ実はオービックの時もライスボールでも1回も3回試合したんだけど1回も見たことなくて、やっぱその関西学院のイメージっていうのがをイメージと戦うのが嫌で、だからあくまでもスカウティングしたあの関西学院と僕らが持っている力を全て出すんだっていう気持ちで、なんか学生の時も社会人の時も関西学院には戦ってたかなと思います。まああのこれは一つの自慢で一回も負けたことがないっていうのが、まあこれ社会人で やっちゃってるんで別にあの不公平なんですけど、それが僕の唯一のフットボールの自慢なんで勝ってな構成の4はどんな番号ですか？また その責任について、じゃあちょっとこれは私から。構成の4はどんな番号ですか、まあねえ、まあ、4番伝統ある番号、エースクォーターバックがつけてる番号っていう、まあ当時
僕4番つけた時はまあ先輩である4番の方が日本一になったっていう映像を見てて、まあ4番で日本一になってる姿を見てて、やっぱりエースクォーターバック4番、法政大学4番をつけるっていうのはかっこいいなってただただ思ってました。でただ実際に4番をつけるってなった時に、やっぱりいろんな思いを代々の方が築き上げてくれた法政の伝統を4番を受け継ぐことによって、まあ、もっと強い法政を作らなきゃいけないっていう一つ、まあ、重責が加わったなっていう記憶がすごいあります。ただまあ、法政の4番だから何かをしなきゃいけないっていうわけではなくて、あくまでも4番がリーダーシップを取って法政を引っ張るんだっていう、あくまでもそれだけに4番をつけることによって新たな気持ちになったっていう記憶が強く残ってます。はい。と言ってもあれだもんな、1年生で急に4番つけてって言っても、もうまだまだ分かんないよな。どうなんだろうね。4番はあれですね、最初なんかすごい話されてたんですけど、長谷川さんがまず最初に僕の4番ジャージをもらってそれで着てたんですよ。そして、まあ、何番にしようかなと思ってる時に、先輩からみんな4にしろ4にしろって言葉もらって、最初はやっぱ4番っていうのは責任のある番号だなと思ってすごいためらった部分もあったんですけど、いやそこは覚悟を持ってやんないと自分の4年間は多分ダメで終わってしまうなと思って、やっぱ勇気を持って勇気とプライドを持って4番っていう番号を付けさせてもらいました。まあ、今からこれをね自分で作っていけない、自分の4番イメージ像っていうか、4番ってどうあるべきかとかっていう、まあね、自分でそのこだわりを、まあ、そこまで責任を負うわけじゃないかなって思うんだけど4番でこういう法政の4番でありたいっていうものを自分で作っていけばいいんじゃない。まだ1年生でね急に4番って言ったら、当時僕らだったらうってなったかもしれないけど、今そんな関係ないでしょもう私4番平井を4年間見せてほしいなと僕は思います。はい。いつも笑ってるな、笑顔出るなって、その気持ちの作り方結構苦手で、やっぱ一喜一憂しちゃうところがあるんで、試合中の気持ちの作り方とか、とかインターされた時とか結構落ち込みがちなんですよ僕。なるほどなるほどなるほど。いやこれ言ったら今のオービックの人間たちにそんな感じなんかって言われちゃうかもしれないけど、半分演技入ってるよ。半分演技っていうのは死ぬほど落ち込んでるけど、落ち込んでる姿絶対見せないようにするとか、これはチーム盛り上げたいなっていう時は過剰に喜んでるし、でもう本当にタッチダウン取った、逆転タッチダウンでただの追加点タッチダウンでも本当に死ぬほど喜んで、あまだもうちょっと取りに行くんだっていうような気にみんなにさせたいとかっていうのも結構気にしてるし、でも やっぱ一番はさっき言った通りで、いつでも笑ってるっていうのはこれは結構間違いなくて、まあ、どんな時でもまあみんなで楽しもうよっていう気持ちを、なんで実際に心の中ではそんな感情になってない時でもみんなには笑った姿を見たりとか、まあ、すごい緊迫したシーンでもハドルに入った時にもうあえてみんなの顔を見て目線を合わせて楽しくやろうねっていうような顔を見せたりとかっていう、やっぱそこでさ不安になってる人がこうやって入ってきたらさ、え大丈夫ってなるよね。だから結構そこはね、それは逆に1年生からやってたかもしれない、フィールド上で先輩に臆せずに、関係ないからねフィールドでは。そういう時っていうのは結構自分の中で楽しくやりましょうよって顔を作ってやってたし、緊迫してた時に楽しい顔してる人間を見た時にこの人おかしいやんって、おかしいやんってすごいやんってなる、みんななるよね。それを
見てよっていう感じで演技した時もあったし、まあ、それが今でもついてるのかなと。だからそのぐらい心の余裕を持ってやった方がいいんだけど、はい、ちょっと話長くなってあれだけど、やっぱそれは試合前にこうなればいいなって結構予測してる。数ミニッツオフェンス来たらいいなとかね、絶対嫌なんだけど4クォーターあと一つでタッチダウン取れば勝てる、でもそんな場面絶対出くわしたくないんだけど、でもその場面でこういう顔しようって思ったけばそういう顔になれるから、それが何も考えないで試合とか臨んであーあーあーってなってると結構しんどいんだよね。だから試合前とかにね、一タッチダウン差で勝ってますリードしてますって言ったらもう1秒でも早く試合終わってほしいと思うんだけど、当然投げてインターセプトでタッチダウンされたとかっていろいろな頭であると思うんだけど、そんな関係なくて、もう一タッチダウン差で勝ってるって言ったらもう勝ってんだからもう余裕持とうよって顔してるやつだし、そんなところをなんか試合前にいろんなことを想定しながらやってるととても心の余裕が生まれるかなっていう。その試合前にそのイメージするのは一番嫌な時間なんだけどね。負けて2タッチダウン差で負けてますとかっていう時はしょぼーんってなんだけど、でもその時にもう2本取れば勝てんじゃんって思うのかなっていう、まあその心の持ちようだな。まあでも1年生だから今いくらでもチャレンジできるからね、いいね。ビッグゲーム結構何回もライスボールだったりとか JX3 だったり甲子園ボールだったりいっぱい経験されてると思うんですけど、緊張します。ああ、よく言われる、緊張しますか、死ぬほど緊張するから。でも、死ぬほど緊張するんだけど、これはもう当然自分がね、自分の一番いいやり方がいいと思うんだけど、僕のその緊張するやり方は緊張って、まあでも僕ね、僕が緊張は最初の2プレーで消えんだよ。最初の2プレーまではド緊張してる、でも最初の2プレーで消えるっていうことも知ってて、で僕がやってたのは試合の1週間前から緊張しすぎて、もう試合に入るところをイメージして最初のプレーこれ、次のプレーこれつって、相手のディフェンスがこうだったらこう、ああだったらこうっていうのを考えたら1週間前からでも緊張できるんだよね。これ正直ね、学校の授業中とか電車の中とかとかにもう想像したら緊張しちゃう。でその緊張を1週間続けてると今度試合の日にその緊張に飽きてくるから、で自分の中では2プレーやったら緊張しないっていう頭の中でもうそういうようなマインドになってるから、最初の2プレーだけ頑張って緊張しててもこなせればあとは大丈夫だって思ってずっとやってた。だからそれはね、甲子園ボールでもライスボールでも、まあ今社会人でも X リーグの試合でも先発で出るときはその本当に前からずっと最初のプレーだけをイメージして緊張緊張緊張って言ってゲームに行くと意外と緊張しないって言いながら、俺甲子園ボールで裏で吐き気催して入場できなかったから。それ言っちゃダメ、それ言っちゃダメ。もう2年連続甲子園ボール、さあ入場って言った時にもう吐き気催しちゃって緊張して、でもうドクター呼んでなんか過呼吸みたいになってみたいな、そっからもう菅原をマークしようみたいな感じで、ライスボールの時もまた菅原呼吸困難起こすぞってなったら実際にまたはっはっってなっちゃってなんないで。でもそれもやっぱりイメージできてないと不安になって、でしかもねこんな毎日練習しててね、いざ今日の日のためにって、しかも今1年生だったら4年生は今日のために4年間とかってやってると余計なプレッシャーかかってくるんだよね。もう関係ない、それはもう自分も一緒やん、自分も1年かけてやってきたわけで、その自信を出すだけだから、そこにプレッシャーはなくて、あくまでも自分の中では最初のプレーだけちゃんとやればあとはもう自分のものにできるからっつって、それだけ意識してやってれば意外とあまり考えなくて済むのかな。今年も絶対その場面来るもんね、大事な試合
先発クォーターバック相手試合前見たらすげえ強そうやん。関係ないから、もうどの相手でも最初は強そうだからもう自分を信じてやれば全然で、緊張するから。でも緊張するけど緊張しないでとけば最初の2プレーやればあとはもう練習通りできる。そういう決めを作っていくとねすごい楽。あー緊張、あ菅原さん言ってたなと、緊張、あこれかと菅原さんも同じことやったんだなって言っておけば意外と試合が余裕で入れるから。で始まっちゃえばもう大丈夫だ、インターセプトされたって次取り返せばいいんだから、その精神でいつも明るくいけば。手十何年やってると意外と結構簡単に思ってやってます。はい、参考になってますかね。参考になるしかないです。いくらでもそんなことは話せるんで、あの助け求めたかったら連絡してください。